大丈夫かな。これ本当に先行竹馬の最後のシーンで今一時停止で止めてるので、はい、もうここの続きを、はい、やると、いやこれがですね、ジャッジアイズの、まあ、これから本当にストーリーの冒頭、事件の幕開けを告げるような、まあ、幕開けのあらすじのドラマになるって感じですね、はい、なんか前回はちょうど製薬会社の話とかが、ちょっとこれは見ましょう。神野町はうってつけの街だ、はい、だがネオンの光が眩しいほどその影は暗くなる。この町を牛耳ってるのは東日本最大のヤクザ組織東城会。神室町はディープな場所で刺激的な魅力にあふれてるが、同時に危険も増えていく。例えば遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗団。闇サイトで集まったメンバーは互いに顔も知らないという。実はこんな事件も神室町に進行している。うん、あ、出たマスクの。警察はまだ彼らをただの一人も捕まえられてない。でも最近神室町で最大の話題はこれ、連続殺人だ。え？うわ。この3ヶ月の間に関西から来たヤクザが3人殺された。抗争中の東城会が見せしめにやったと言われている。こいつも目を得られてますね。3人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかって、ここら辺の激しい描写っていうんですかね、はい、そんな街の片隅で、やっぱサスペンスものなので結構シリアスにというか、はい、ただ一人の従業員にして俺の兄貴分、海藤さんは元東城会系のヤクザだ。いいキャラですよね、海藤さん。そして俺は八神隆之は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。神室町詳しい人はどこか分かるかなってところなんですけど、ここが八神の拠点になる探偵事務所ですね。おお、クラブ性が。これも結構かっこいい表現にこだわって、どこまで真剣に見るかです気になっちゃいますけど、ついつい見ちゃうというか、うん、まあ、で実はその中身はというと、まあね、この生活感がすごく漂う事務所っていうんですかね、うん、これ今月分の給料ね。悪いけど残りはまた。お前の取り分は。いや、こいつは依頼人に渡す分だし、俺の分はまあ、僕あの体験場の最後で馬好きの探偵から回収したもの。また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか、あのちょい悪親父。うちのお得意様にそういう言い方やめない。なら古巣だからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。優しい。ちゃんとカッコつけろ。常識人。あ、お金の。なんかこれで1枚もらった所持金が1万6000円とかです。それは言わない約束だろ。お得さん。はい、というところでここからまた操作可能になるんですけれども、まあ、こんな感じですね。そんなに広くないんですけれども。うん、あ、ちょっと機能だ。はい。ここにピンボールとかね、あって、あ、これ、はい、プレイできるんですか。できるんですけど、ちょっとあの本編もう少し進めないと遊べないですね、はい、この冷蔵庫の中に大家さんが食べ物入れてくれたり、ちょっと東京ゲームショウでも紹介したんですけど、ここの掲示板からサイドケースっていうね、別の依頼を受けられる。あ、はいはいはい、あ、なんかピンクみたいな、はい、あれね、レコードプレイヤーですね。あ、音楽かけたりとか、
ここだとまたインテリアを飾るみたいなこともできるんですけど、はい、あ、本当だ、こんな機能もあったりしてね、まあ、例えば、まあ、これ元から置いてある、あ、角度まで変えられるんだ、はい、なんですけど、まあ、例えばここで設置したりとかって、へー、これはあのゲームセンターで、UFO キャッチャーで入手したぬいぐるみとかをここに飾ったりもできると、はい、そういや天下一通りのコンビニ限定もんのどら焼きがあったぞ、箱入りのやつ、優しい、え、源田先生筋金入りの和菓子派だったろ、なるほど、じゃあ手土産はそれだ、というわけで、じゃあ源田先生、あの中村明さんですね、はい、はい、が演じられてる、まあ、恩人の人に仕事をなんとか都合してもらうためになんですけど、まあ、そこが仕事くださいっていくわけにいかないので、ちゃんと、手土産和菓子を買いに行きましょうと、すごいなんかロードとかもなくそのまま出て、部屋から出て、 そのままビルから出て、ストレスレス、で、まあ、このコンビニでじゃあ買いましょうと、あ、このコンビニまた、あ、まあ、暴れたりするとねいろいろあれになっちゃうんで、このコンビニまたぐちゃぐちゃにされちゃうんだいらっしゃいませはい、まあ、どら焼き詰め合わせようと、ありがとうございました。これ棚に並んでるものまたブワーガチャーっとかまあまあ、まあまあ、普通に済ましょうよ気になっちゃう、おい待てこら兄ちゃん、おおめえ今どら焼き買ったなだがそいつは置いてけ、なんでどうしては、なんで鎌倉町なんで、鎌倉町怖いとこすぎるんだよ俺らが食いてえ瞬間に買ったおめえが悪いですよね、兄貴たち、おーおーいい感じに頭湧いてんないい子な、折り返す感じだとこら、まあ、やがるのこういう出会いは結構慣れっこなんですね、うんうんうん、はい、でもなんかいい味出してるチンピラというか、うん、はい、もうここで、まあ、バトルのチュートリアルって感じになるんですけども、今回の、まあ、バトルの目玉の一つであるこのスタイリッシュなアクロバティックなアクションというんですかね、はいはい、でも三角跳びというのがこう壁に向かってやるとできるんですけれども、はい、この時にタイミングがボタンを押すと攻撃を受けてますという、はいはい、で能力強化というのも、まあ、龍河如くシリーズでもおなじみなんですけど、ポーズメニューからできますっていうところでして、でここで、まあ、この壁蹴り、三角跳びと呼んでるんですけど、彼の技をいくつか、まあ、追加で増やしてみましょう、まあ、まあ、他にも、まあ、いくつかありまして、三角跳びの投げ馬跳び、馬跳び、これも矢神ならではの軽快な動き、はあ、まあ、いくつか、こんなかっこいい、まあこうやって馬跳びっていう感じですね、はい、敵の背後に回ってガードの硬い敵をもう背中からもうこうやって殴る、普通に強そうバトルで、あ、はい、切り替えたですね、はい、これが単体向けの一戦というスタイルですね、はい、フィジカルスイッチと呼んでるんですけども、フィジカルスイッチ、はい、こちら最初になった演武っていうのがまあ集団相手、はい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 、こう巻き込むような回し蹴りとかを使うスタイルですね、はい、こちら本当に弱いんでまあ初めの方ですからね、はい、超強かったら困っちゃいますけど、うん、あ、消えた、よかったよかったよかったどら焼き狩りに合う矢神さん、その野郎まだやんのか、まあ、今ね、見せるためにちょっと丁寧にかなりやってます、はいはい、こうテンポよくやっての、何やってんだ、まあロードも本当に気にならない、ハムラの頭どんどんこう会話とドラマとゲームとバトルとどんどん繋がっている、話せ俺、本当にスムーズでいい、ターボーがチンピラ相手に喧嘩売るわけねえもんな、となるとお前ら誰に手出したか分かってんのか、いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ、俺の言ってることわかるか、いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで、よかはね、うわ、こういうのはどう、
松金組のメンツの問題なんでな。すいませんでした。前回ここのシーンはご覧いただいたと思うんですけどね、今日はもうその次も。お前まだターボーに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の八神さんだ。はい、よろしくお願いします。新キャラ。こいつは昔親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだがよ、腕は良すぎてマジモンの殺人鬼まで無罪にしちまったんだ。マジっすか、すごいっすね。優秀だろ。まったくこんなとこにいちゃもったいねえ。ところがな、その殺人鬼はシャバに出てきた途端、今度は自分の恋人ぶっ殺しちまったんだよ。マジっすか。結局それで死刑よ。そういやあいつもう吊るされたか。執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。なんこれ、例の探偵から取り立てた金です。もううちの取り分を引いてあるんで、あとどうぞ。実は冒頭でやってた仕事っていうのはこの田村の頭からの依頼だったってこと。取り立てや。おかげさまで。カイトのやつは元気か。ええ。なら一つ聞いといてくれや。うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。怖い。お前も親父のお気に入りでいるうちは大目に出てる。破門された。まあここのシーンでだいぶ関係性とか過去がいろいろわかるっていう感じですね。素人が余計な首突っ込むんじゃねえよ。おう、行くぞ。いい、なんか表情がリアルだからより怖さがちょっとこう出るっていうか。マダム、ミスナスよ。あ、もちろん先まで。いや、今日はここまでですか。そうなんだ。見たい気持ちはものすごくあります。